いやー、完全盲点です。11番道路と12番道路、くちばしティーとカビゴンが寝てるところのあのゲートの2階に、ポケモン図鑑を30匹以上集めて持ってきたら、ジャッジ機能が手に入ります。今更かよ！殿堂入り子だと思うじゃん！マジで。ジャッジ早すぎでしょ！そんな先にあったんですかみたいな。オッケー。これでジャッジが分かると、じゃあせっかくですからね、本当にジャッジが分かったのかをちょっと見てみましょうじゃありませんか。ということで、せーの、ドン。あ、ここか、ジャッジ。来た。おう、来た来た来た。あ、V 入ってるよ。バナ。リザは？あ、え、なんかすごくない？あ、じゃあ、そっか、もらったやつだからか。これはでも野生ですからね、確か。じゃなかったっけ？素晴らしい、リザ。はい。で、カメちゃんが、素晴ら素晴ら最高。あー、1V2U 確定とかそんな感じなんだ。最初のあのゼニガメ人影不思議だね。え、でも不思議だねは、違うよね。野生だよね。これ野生で引いたんだよね。え、そうだよね。もらった、じゃあもらったダネが、これだもんね、ほら。え、めっちゃ引き良かったってことじゃ。一番最初のダネ。なるほど。せっかくだからじゃあちょっといろいろジャッジ見てみましょうか。まあ、こんなもんですよね。普通はね。6V と噂のピカ様行きましょう。せーの、ドン。おー、ちゃんと性格厳選しとけって話ですよね。はい、カビンゴ、せーの、ドン。あ、本当に脳天気になってる。あ、やっぱカビンゴ 3V なんだ。まあ、カビンゴはもう一匹いるんでね。そっちで厳選します。さあ、そして先ほど捕まえたフリーザーとサンダー、ドン。あ、やっぱ 3V は 3V なんですね。オッケー。まあ、王冠待ちで。はい。で、サンダーがドン。ああ、まあ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 、そんな感じだろうなって感じの値でしたね。オッケーオッケー。じゃ、とりあえずは、ファイヤー捕まえに行きましょうか。そういえばこの人話しかけてなかったな。こいつ、チャレンジロードじゃないの、チャンピオンロードを歩いてたけど、トレサク。あ、4体いる。あ、やば。ちょ、待って。ピカチュウ回復してない。まあいいや。怒り猿ならどうにかなるべ。まあ、ひるませたらどうということはないんですよ。多分。あ、ちょ待って、ピカチュウが呼んでる。しゃあねえな、使ってやるよ。発動条件が未だによくわからない。ピカピカサンダー、ピカピカー。たまに呼ばれて飛び出て使えるピカピカサンダー。果たして火力はいくつなんでしょう。なんか噂には恩返しのピカチュウ版って聞いてますけど、果たして。おっと、ギャラドスを投げてくる。ピカ様相手にギャラドスを投げてくるとはなかなかいい度胸ですね。あれですか、10万ボルト受け切るとでも、受け切れるんですか、そのギャラドスで。受け切れないでしょうね。そりゃ4倍は辛いですわ。ケモン豪勢でも知っている4倍が辛いことぐらい。さあ、それで、D ウィン、なんでウィンディ、ウィンディ。ウィンディ、D ウィン。あ、なんかウィンディにもね、乗れるらしいですね。この前、ちょっと、裏で、イーブイちゃんを探してる時にちょっと、ギャロッピンに乗って、ハウハウしてました、僕は。ウハウハじゃなくて、ハウハウしてました。ウハウハじゃないんですか。ハウハウとウハウハって何が違うんですかって。そう、乗れるらしいですからね。なんかね、いろいろ、ね、本当に、いろんなポケモン乗れるっぽいんで、結構試しがいがあるというかね、なんか、全ポケモン、ね、ボールから出して歩かせてみるっていうのも、面白いかもしれないですよね。多分なんか誰かしら、そのまとめ動画とか多分上げると思うんで、僕はそれで、へーって思いながら見てようかなみたいな。ケンちゃーん、ケンちゃーん、どうしよう、ケンちゃん。ケンちゃん、あ、ケンちゃんやばいかも、あ、ケンちゃんやべえかもしれない。ケンちゃんね、ケンちゃんちなみに、あそこに出てきまして、赤地区の右側の草むら。まあ、サファリゾーンの近くですよね。あそこにいましたね、ケンちゃん。結構ね、出現頻度低かったんで、そんなになんか、うん、100匹に1、2匹ぐらいな。まあ、オーソドックスにケンタロスの、なんか、あれですね。数ぐらいの。おっと、すごい、急所麻痺。おっと、やっと運が向いてきたか、こっちに。はい、対戦ありがとうございました。さすがピカ様。やりますね。ね。まあ、一匹こうやってね、対戦すれば、図鑑見たら分布どこにいるかわかるんで、まあ、ネットで調べるもよしだし、分布調べるもよしだし、ね。自力で探せますから。あ、ここ激鱗かー。先やっとくべきだった。先やっとくべきだった。さあ、それでは、ファイヤーさん、行きましょう。まあ、ファイヤーさんも、控えめでいいかな、みたいな。もう、とりあえず全部控えめ。おお、ちょっと思わせぶりですね。まあ、一回じらしましたからね。
いつもじらされてばっかりのファイヤーさん、やるぜ、よろしくお願いします。ファイヤーさん、かっこいい、能力が上がった。だから一体何の能力が上がるのか教えてくれ。その能力が上がったみたいな 3DS の下画面ないから、多分ないかもしれない。あるか、あ、あるんだ。へー、初耳。初耳。初めて知った。あ、いい、弱。あ、急所に当たって。急所はね、能力上昇関係ないですからね。いや、知らないですよ、ファイヤーさん。怒んないでくださいって、そんな。ちっちゃい。なんでちっちゃいの。じゃあ、ちょっと、いつも通り、金釣り投げていきましょう。はい。それでは、皆さん、ご唱和ください。お座り一発、ここだ。まあ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 。当たればいいんですよ。当たれば。あんなん、エクセルとか出せませんから。おっ！カビー！ちょ、サンダーなんだったの？サンダーさんなんだったの？ファイヤーゲットだぜ！ペッペカチュー！なんだったんですかね。金釣りがすげえ有能な剣について。サンダーさんの剣があったからもう厳選しないって決めたら、やっぱり厳選はしやすいのかもしれない。ファイヤー、火炎ポケモン。夜空さえも赤くするほど激しく燃え上がる翼で羽ばたく伝説の鳥ポケモン。じゃあとりあえず見てみましょう、能力。ジャッジついたからね。せーの、ドン。おうおお、CDS、特攻特防素早さの 3V。攻撃はまあ、高いですけど、逆に高い方がいいんじゃないかな、なんか、両刀とかにする可能性とかないっすか。ないか。オッケーオッケー。まあ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 、いいんじゃないかなと思います。さあ、ということで、花田の洞窟にやってまいりました。いや、チャンピオン、君ならこの洞窟入ってもオッケーだ。これからはコーチとして、君の前に立ちふざかるよ。準備はいいかな？あ、はい。まあ、この人ナンバーワンでしょうね。さすがに花田の洞窟の前にいるんだから。やばいでしょう。そうは、あれ、5体持ってるし、初手サイドン。いや、もう、ここまで来たらね、まあ、あとはやるしかないですからね。まあ、結構、強めだとは思うんですけど、まあ、ピカ様の前では、何もできないであろう。よし、まず一つ。なんかさ、これサイドン使ってきたじゃないですか。裏、ナッシーとかピジョットとかギャラとか、ウィンディとかじゃなかったりしません？しません？二度キング、二度キング、グー行くわ、そのまんま。やっちゃえ、やっちゃえ。ピカ様行っちゃえ。あー、でも、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ピカ様だったら落とせる。ピカ様だったら落とせるよ。頑張って。頑張って、急所当てて。頑張れ。頑張れ、頑張れ。おっしゃいー。さすが。よかった、変えないで。急所当てるー！やるじゃん。やっぱ、信じてよかった、ピカ様。もう、さすがピカ様だぜ。ギャロッピン。よし。ギャロッピン乗れるからね。あのね、初速はね、遅いんですけどね。加速入ってからのね、ギャロッピンの速さ、やばいっす。やみつきになりますよ、地上。正直、リザードンゲットできちゃったんで、リザでいいかな、みたいな。リザはね、ヘリコプターと一緒でね、ヘリポートないと降りれないんで、そこですよね、弱点は。いや、結構広めの平地がないと降りれないんですよ、あいつ。なかなかね、それが厄介。その点ギャロップは、なんか物があったら消えてくれる。優しい。さあ、3匹目突破？あと何ですか？ジュゴーン。さすがに体力きついかな。まあまあピカ様でもう行っちゃいましょう、どこまでも。いや、急所当ててもいいんだよ、ピカ様。いいんだよ、別に。いいんだよ、やっちゃって、やっちゃって。おお、持ってく。やっぱり急所に当てていく。問答無用。もう四天王突破してからのこのピカ様の有能っぷりが半端ないんですけど、このスーパーと尋常じゃない。お、CP も3000超えましたね。CP3000 ってピカ様超えないですからね、確か。アズマを。超えないっすよね。僕は96% かな？防御だけ F で攻撃 HP が両方 E の、色違いピカチュウ持ってるんですよ。そいつ今育ててて。ピカチュウ育てるってなかなかないと思うんですよ、ポケゴーで。いや、色違いピカチュウで 96% 答えとか育てないわけいかないじゃん、みたいな。攻撃 E だけどいいや、みたいな。ね。育ててるんですけど、あんまりなんかやっぱ CP の伸び良くないですね。そりゃピカチュウだもん。素晴らしい戦いだった。さすがチャンピオンだな。乾杯だ。もらってくれ。あ、俺の相棒ポケモンの忘れがたみ。出てこない。花田の洞窟には恐ろしいポケモンがいるとかいないとか、俺はただの見張りだからよくわからないんだかな。まあ、俺が
ゲットしてやるぜ。何ボールでゲットしようかな。ハイボンしようかな。うえにゅん手洗いお出迎えだな。いきなり出てきて飛び出てジャボーンみたいな。ねえ、やめてください。あ、やべ、ハイパーボール持ってこなかった。まあいいや、ハイパーボール100個投げてゲットできなかったら、マスボ投げるわ。いや、ハイボでいいよね。マスボ投げる、それとも。マスボ投げるか。なんかでもマスボは本当にガチで厳選したいポケモンに投げたいんだけど、でもマスボを投げるポケモンはもうあといないんじゃないかっていう、そっちの説もあるんですよね。でもさ、マスボと、あ、ラッキー！あ、ラッキー！ま、ここにはいるよな。いや、ここにはさすがにいるよなっていうのは思ってたんですけど、まさかあそこの、ねえ、岩山飛んでる前にいるとは思わなかったんで、ちょっとサムネにしちゃって、あんまり激レアじゃなかった。本当に申し訳ない。ちょっと、まだ、あんまり攻略情報とかも全く見てないんで、もしかしたら、めちゃくちゃね、出てるかもしれないんで。ただ、今のところただあの1回以外で、岩山トンネル付近、まあ、そんなに行ってないですけど、見てはないですね。まあ、まあ、あんなもんなのかな、っていう感じは、するんですけど、ちょっとね、ゲットしてほしいな、経験値の足しに。かわいいよ、ラッキーちゃんかわいいよ、ラッキーかわいいよ。CP2000 とかあるラッキーとか、ポケモン GO にいたら脅威だよ。すごいかっこいいし、強いよ。かわいいよ。強いよ。最強。よーしよしよし。ちょろ。12,34! 間違いなくここだ。やばいやばいやばい。100% レベ上げここです。皆さん。ラッキーでレベ上げしましょう。もう断言したわ。多分これ以上ない。これが一番レベ上げ強いと思います。はい。これはやばい。あ、のしかかり来た。あ、のしかかりあるんだ、一応。85、よし。まあ、空元気はいいでしょう。のしかかりの方がいいでしょう。カビゴンだし。カビゴンだしね。オッケーオッケーオッケー。いやー、これは壮観ですね。このレベルのポケモンが全員レベルアップになるとか、なかなかないですからね。いいね。あの、コロンとか使うと、こう、なんていうんですか、でかいサイズとか小さいサイズとか多分出やすいような気がするんで、まだわかんないですけど、コロンとか使ってやったら、なおいいんじゃないですか。あ、サイドン先生だ。サイドン先生は捕まえましたからね。はい。あ、ちょ待って、ベロベロ野郎がいた。ベロベロ野郎、来た。ベロベロ野郎だ。ベロベロ野郎もここなんですね。ベロベロ野郎さ、ポケモン GO かなり苦戦して、あ、投げちゃった。当たった。でも、当たったわ。結構ね、後半だったなぁ。まあ言うて、去年、あ、今年か、今年の春先ぐらいですけどね。なんか割と図鑑残り3匹とか5匹だったな。ベロリンガーゲットだぜ！ペッペカチュー！ベロリンガレードって途中で出たじゃないですか。春先か、夏ら辺に。の直前ぐらい。舐め回しポケモン。2メートルもある長い舌は、前足より器用に動かせる。舐められるとなぜか痺れてくる。どこが？さあ、それでは。行きましょう。ミュウツー戦。ちなみに、祈祷師の人に性格変えてもらいに来ました。変えてもらってから来ました、しっかり。ミュウツーは、臆病で厳選します。ミュウツー！たださ、レベル70でしょ、多分。勝てんのかって話ですよね。なんか、能力2段階上昇とか、やめてね。レベル70で能力2段階上昇とか、そういうのはやめて。よし、1段階。よしでもないな、別にな。どうしよっかな。とりあえず10万打ってみる。上取られるよね。でもさ、能力上がったミュウツーのさ、サイキネとかさ、どうしようもなくないか。まあ、とりあえず、カビンゴであくびを入れる。あくびを入れて、なんか頑張る。あくびを入れてから考える。はい。ドアスレ。あー、なるほど。ドアスレ最近ね、自己採とかあるでしょ。どうしよっかな。変になんかやってもな、みたいな。あー、毒毒の方がいいかな、そしたらじゃあ。あー、そうしよう。毒で倒しても OK だもんね、別に。よし。やばい、硬い。これは、やばいな。どうしようかな。あ、そうしよう。毒で倒そう。決めた。毒で倒すわ。毒で倒して、ひたすら元気のかけら連打するわ。毒だけどうにか。じゃあ、
あのタイミング、だから、ド忘れあるんでしょ。ド忘れか自己採のタイミングで、あの、毒入れて、ひたすら粘ってたら、多分勝てるよ。元気のかけら、それなりに勝ったから、四天王戦のために。それで行こう。クソ粘り戦法。必ず一回、モッティのポケモンシリーズのどこかで現れるで、おなじみのクソ粘り戦法。でも3分しかないんだよな。ちょっと、これもう一回、作戦立て直してやるのはありだぞ。いや、まあまあまあ、でも行くわ。とりあえず毒を入れる。このために仕込んでおいたのさ。ははは、お前のために仕込んでおいたのさ。ほら、自己再生をするんだ。か、ド忘れをするんだ。ギャーやめてくれー、うひー逃げまーす。よし、対策に対策を重ねてテイク3。1個持ったんですけど、あれですよね。なんか D アップの、なんか、持ってきてもいいですよね。とりあえず、お前で毒毒を入れるということに決めた。よし、いいぞ、ド忘れ。よーし、勝ったぜ。勝ったと思いたいぜ。これさ、の、あれじゃないですか。あの、エフェクトあるからさ、エフェクトの分マイナスされちゃうじゃないですか。エフェクト切るのもありですよね。ここまで来ると。ここまで来ると、それもあり。で、あとは、そうか。だから、やっぱ、できるだけ D は上げといた方がいいから、なんだっけ、どれだっけ、どれだっけ、どれスペガ、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 そうそう、スペガ、スペガ、スペガー、よし、スペガー。よし、頑張れ、頑張れ。いやー、これ、5分きついかな、きついかな、5分。いい、強い。強い。頑張れ。眠るさえなければ。あの、あれだったら勝てる、あれだったら勝てる。あの、あっちだったら。自己採だったら勝てるから。眠るだけはやめてくれ。眠るだけはやめてくれ。眠るだけはやめてくれ。よしよしよし、いいよ。これで、ひたすら、満タンの薬ループ。満タンの薬ループでもいいし、毒回せ、毒回せ、回せ、回せ。回せ、回せ、回れ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 。はい、回復、回復。はい、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 頑張れ。はい、ダッシュ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 、頑張れ、頑張れ、はい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 、最近ね、はい、いいよ、いいよ、いいよ、たまに満タン使わないと、多分、あ、たまに満タン使わないと、あ、やばい、まず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 、ちょ、あの、3分30、3分30。ちょ、自己採使わないよ、自己採使わないよ。絶対に使わないよ。眠るもっと使わないよ。やめろ、やめろって言っただろ、マジで。やめろって言った、言った、私言ったあるよ。あなたに自己採使われるとすごくめんどくさい言ったあるよ。ねえ、ちゃんと使っちゃダメあるよ。やめてよ、やめてよ、自己採ずるいよ。ずるい、自己採ずるいよ、ねえ。わかる、私の言うてることわかる、あなた。あなた、日本語通じないの？ねえ、日本人なのに日本語通じないのどうなの？日本人の言葉使えるはずでしょう、あなた。あなた、なんでそんな、自己採ばっかするの？やばい、どうしよう。ちょ、待って、自己採連打タイム入った。ちょ、自己採連打タイム入ったってことは、じゃあなんかどうにかすればどうにかなるか。どうにかなるのか。ちょ、でも最近に打たせたら勝ちだもんな、多分。そんなことない。あ、じゃあ、変えない方がよかった。変えない方がよかった。いや、大丈夫。毒ダメあるから、よしよし、追いつかなくなってきたから、ふわふわフォール。いや、ふわふわフォールやってる時間がもったいない。時間がもったいない。今気づいた。エフェクトがない。長いけど、でも、毒棒詰まれちゃってるから、結局物理で攻めるしかないから、結局これ正解な気がする。だったら、あの、どっちでも、何でもいい、もう何でもいいから、はい、頑張れ。電気技、そっち、バチ役、この間ずるい、この間の1秒がずるい。あ、先生、そうか、先生だから、落とせ、おじょーけー、よっしゃー。よし。私満足あるね。マスボ使いまーす。やっぱミュウツーにはマスターボール以外考えられないね。でもさ、ちょっと待って、マスターボールを外すっていう選択肢があるわけよ、もしかして、もしかしない？あ、え？じゃあやった、今一瞬足かけたからはって思ったんだけど、俺に使うなみたいな。いや、ミュウツーもやっぱね、マスターボールはミュウツーなんですよ。マスターボールの M はミュウツーの M ですから、ミュウツーゲットだぜ、ピカチュウ。はあ、楽しかった。
これあれですよ、攻撃に V 入らないでお願いだからマジでこれもう一回やらなきゃいけないの結構精神的にきちいわ。頼むわマジで。ミュウトゥー、遺伝子ポケモン。ミュウの遺伝子とほとんど同じだが、大きさも性格も恐ろしいほど誓っている。さあ果たして個体値および性格はどんなもんですか。あ、やっぱ性格は臆病ですね。せーの、ポン。理性でーす。せーの、ドン。あ、4V 来た。おっとー、オッケーオッケーオッケー。まあ D だけ入れればいいですからね。まあちょっと A 高めですけど、まあいいんじゃないですか。ええ、オッケー、ミュウツーゲットだぜ。ペッピカチュー。あ、来た。おーい、マスター。あ、じゃあ、おーい、モッティ。あ、もしかして、例のポケモンもう捕まえちゃった。そっか、ミュウツーっていうのか。捕まえちゃったよ。ごめんね。俺もあの、お姉さんも先越されちゃったな。あのお姉さん。え、ああ、強いポケモン探してるワイルドなお姉さんがいたんだ。ワイルドだろ？ミュウツーのことじゃないかな。さてと、じゃあこれあげとくな。いや、もういい、いい。もう使ったばっかだから今。うん。お姉さんもさっきここに入ってったんだ。きっとまだミュウツーを探してると思う。よかったら見せてあげなよ。最強のミュウツーを求めし、アーダコータトレーナーですか。なるほどね。オッケー。じゃ、とりあえずこれで、済んだのかな？全体的にイベントは。じゃ、ちょっととりあえずまた別のところどっか行きましょう。